はい、どうも、プロボウラーのイソピーです。はい、これちょっと前の動画でね、ボールが割れた時とかね、ひびった時に、まあこうしましょうとか、まあそのためにみたいなね、お話をちょっとしたんですけども、まあその時に根本的なの割れないようにする方法を教えてくださいとか、なんで割れるんですかとか、まあそういうお話をね、ちょっともらったんで、まあ今日はね、こんなお話をしようと思ったんですけども、はい、ボール、なぜ割れる？なぜ割れる、まあそれはね、まあ投げたりして衝撃を与えるもんなんで、まあそのうち、まあ、割れる可能性があるっていうのはまあ仕方がないんですけども、まあそんなに簡単に割れるもんでもないんですけど、割れるときね、そんなほんまにそんなにパックリ割れたりします。見たことあると思うんですけど、本当にね、表面がピシーっていって、裂け目ができて、本当にね、そんなになったりするんで、まあ、なぜそうなるかっていうところなんですけども、まず表面の素材、シェル、カバーストックね、まあ、アウターシェル、ね、表面の、まあ、外の層とインナーシェル、中とコアっていうね、まあ、それぞれまあそういうのがあるんですけど、まあ、2ピースだったりするボールもありますけども、まあ、そういう物質同士が、まあ、ドリルしてるとすごい分かるんですけど、まあ、その、まあ、最初表面ね、穴開けて、途中でインナーシェルになってコアになったらガガガガって、硬いものに当たったみたいな、まあ、そんなんがあるんですけど、それだけはっきり分かるような密度、硬さの違うものが、まあ、一つになってるんで、まあ、これが、まあ、歪みが出ると、もちろんそこから亀裂っていうのはいっちゃう可能性がありますよね。で、なぜそうなるか。もちろん振動とかで、まあ、ずっと加わってると、まあそういうところが剥離してきたりっていうのは、まあもちろんわかるとは思うんですけども、まあ一番大きい要素としては、熱ですよね。まあ、冷たさ、熱さ、それがその温めたり冷やしたりすると、まあ、空気なんかもちろんそうですけど、物質もそうですよね。膨張収縮っていうのがありますよね。まあ、有名な話だったら、電車が通る線路のレールっていうのは、夏の暑さで膨張してもいいようにちょこちょこ隙間があったり、まあ、そういうのはするのが、ね、有名な話ですけども、まあそういうわけですよ。だから、そのオイル抜きをしたりすると割れたりっていう話も聞きます。オイル抜きで熱くて膨張して、まあ、そこの境目で割れたり歪みが出てみたいな話もありますし、それを例えばそのボール研磨しようとして、あったかい状態の時に水気につけたりして、それで一気に冷やされて割れたり、例えば熱いね、グラスとか熱い入れ物を入れてたところに急にね、氷水入れたりしたらね、温度差で割れたりしますよね。まあ、そういうのもあるみたいです。だから、例えば車の中でずっと保管しておいて、まあ、その熱で気がついて出したら割れたりとか、まあ、あとね、意外とあるのが、まあ、そういう熱とかを加えたりずっと置いてたりして、本当はもう割れる寸前やけど、実は割れてないけど、投げて振動で一気にパカッと割れたり、久々に来たんだって言って一投投げて帰ってきたら割れてるんやけど、まあまああります、そんな話。本当に、ね、まあ、大体この久々に投げたボールってずっと割れるんで、ちょこちょこ投げたりして、まあ、表面のオイルを、まあ、吸わしたら割れにくいとか言いますけど、まあ、本当に、ね、そういうのもあるんじゃないかなとも思ってます。だから、その夏場、冬場っていうのは本当に、ね、ボールすごい割れやすいです。今年暑かったんで、ね、結構割れたっていうようなお話とかで、ツイッターでも結構そんな画像上がってたんで、まあ、うちに、ね、ちょっとしばらく放置してる割れてるボールの画像でも出しておこうかなとか思ったりします。はい。で、まあ、あと、まあ、保管方法ですよね。これ難しいですよね。例えばセンターのロッカーとかだったら割と大丈夫なところが多いですけど、今とかだったら本当に、ね、暑くなったりもするんで、まあ、センターの中で夜が暑くなったりして、絶対それで割れないんかって言われたら、正直分かんないです。割れることもあるかもしれません。ただ車の中にずっと置きっぱなしとかに比べたら全然マシだと思います。車の中にずっと置いてると、まあ、その熱でオイルが出て、また冷えたら吸ってみたいなんで、結局可塑剤が抜けてしまって、ボールの性能が落ちるっていうのもありますし、まあ、それで、まあ、その熱の膨張収縮を繰り返して割れやすくなったりっていうのもあるんで、本当にね、車の中でボールを置いとくっていうのはね、本当にお勧めしません。
まあ、じゃあどこに置いとけばいいんだっていう話もあるんでしょうけど、まあ、実際家の中とかでもね、置くの難しいですよね。ある程度数とか増えてくると。まあ、そういうところは難しいんで、まあ、そこら辺のね、境目っていうのは、まあ、各自判断していただかないといけないところではあると思うんですけど、まあ、例えばね、あんまり使わないボールを保管するんだったら、まあ、ちゃんとしたっていうか、保管を、ね、こういうふうにした方がいいっていうのはあるんですけど、ボールの新品って箱から出すじゃないですか。箱から出した時に袋に入ってるんですけど、まあ、その袋っていうのも意味があって、例えばレジェンドスターのハンマーかな、の袋、まあ、色がついてたりするんですけど、まあ、それは結局紫外線とかで劣化しないようにっていうふうに、その紫外線をカットする袋であったりとか、でその箱っていうのも湿気を吸ったりして、そういうのから守るっていう意味があったりとかもするらしいです。はい、で例えばその保管方法をそういうのにどうしたらいいんですかってね、そのボールを作ってるところのメーカーの人に通訳さん通してですけど、まあ、聞いたことあります。で、まずそのしばらくボーリングをしないんだったら、ボールの表面の加工はしておけ、これは絶対だっていう話もしてました。その投げたら、そのオイルのカスとかついて、まあ、クリーナーとかでも拭くわけじゃないですか。まあ、でもやっぱりね、取りきれないんで。だからそういうのが表面にずっとついたまま残ってて、置いてることによって劣化する。それが分からないんだろうけど、それは長期間置くことによってボールってすごい劣化するんだよっていうふうには言っておられました。だから例えばそのオイル抜きをまあするなりして、まあ表面をまあサンディングなりポリッシュなりしてからの話だっていうのは言われたことがあります。で、まあそれをした後にまあどう保管するか。まず、まあ他袋に入れる、まあ、ビニール袋とかでもいいらしいんですけど、まあ、そのボールを新品の時に入ってるような袋を持ったことある方おられるかな、まあ、分かんないんですけど、意外とね、丈夫なんですよね、分厚くて。だからそのまま袋のままボール、シャーって持っても全然破れないぐらい、結構しっかりした袋なんですけど、できればその袋、まあ、違うならそれに近しいような厚みのある袋に入れてくださいと。でその袋に入れてタオルでくるむ、まあ、ちっちゃいタオルよりもバスタオルとかスポーツタオルとか、まあ、それなりに大きいやつの方がいいそうです。でそれでしっかりとくるむ、はい、それが湿気からのね、防止もあったり、まあ、衝撃から守るっていうのもありますし、まあ、その紫外線から守るっていう意味とかもなんかいろいろあるそうです。でそのタオルでくるむかどうかによって本当に変わるらしいんで、まあ、長期間投げないよっていう人はね、そういうのもやってもらったらいいかなと思います。はい、で、まあ、そのビニール袋に入れてタオルにくるんで、まあ、箱に入れる。ボールの箱ってあれ、まあ、紙段ボールみたいなやつですけど、まあ、あれもね、本当にまあ湿気からだったりね、いろいろ守ってくれたりもするらしいんで、まあ、箱に入れてるのがもちろんいいですけど、ないんだったら段ボールをそのサイズに切って入れといてくださいみたいなことは言っておられました。で、まあ、玄関とか、あんまりその風通しがいいところっていうよりも、冷暗所、冷たくて暗いところに置いといてくださいみたいな話でした。だから押し入れとか、押し入れとかでも夏ね、あんまり暑くなりすぎるようなところは要注意ですけど、玄関とかでその下駄箱の横に置いておられたりするところもあるらしいんですけど、風がね、入りやすいですよね、玄関って。その玄関でその風が入ることによって、冷えやすかったり、湿気が入ってきたりっていうのがあるそうなので、まあ、あんまり玄関はね、ダメらしいです。だからそういうところ、まあ、その家に寄ったりしてもね、違うと思うんで、まあ、そういうところを探して、まあ、保管場所を、ね、見つけるっていうのもね、それはそれで一つ、まあ、いいかなと思ってます。で、まあ、でもそんなに保管がっちりせんでも、やっぱちょこちょこ投げるしなーっていう方、まあ、ボールね、十いくつ持ってたりね、する方もおられると思います。まあ、もしかしたらこれを見ていただいてるね、プロボウラーの方もおられるかもしれないんですけど、まあ、そのボールを割れないようにするにはっていうんだったら、1ヶ月に1回1ゲーム投げなさいって言ってました。はい、それが、まあ、オイルを吸わしたりして、まあ、馴染ませるとか、なんかそんなことを言ってましたけど、まあ、ちょっとよくね、僕には理解できなかったですけど、1ヶ月に1回その球を投げることによって、割れたりっていうのはあんまりしないよって言ってたんで、まあ、月に1回ボールを全部出してきて、1ゲームずつ投げたら割れへんみたいなね、こと言ってたんで、まあ、どこまでか分かんないですけど、実際ちょこちょこ投げてるボールっていうのはね、本当に割れない、なかなか割れないと思うんで、
まあ、それこそオイル抜きした時とかね、なんかの弾みで割れちゃったりすることはありますけど、まあ、だから本当に弾数持ってる人は弾にね、弾入れ替えたりして投げてあげたりとかしたら、まあ、割れにくかったりするかなと思います。まあ、あとは普段のメンテナンスですよね。まあ、その表面をしっかりね、きれいにしてあげたりとか、まあそうですね、例えばそのまあ、表面をポリッシュとかしたり、ね、するとずっとしてるとね、そのフィンガーのホールドところとかのここの角がね、立ってくるんですよね。まあ、そこから何かの衝撃で割れたりっていうのもあるんで、まあ、そういうところの面取りであったりとかね、まあ、細かいことですけど、まあ、そういうところを、まあ、きっちりとしてあげれば、まあ、でも割れるの絶対割れないところないですからね、ものですから。本当には割りたくないんだったらもう投げずに置いとけって話になっちゃうんで、ある程度重いものをスピードとかつけて硬いものにぶつけてるんだから、まあ、何かしらそういう風になってしまう可能性はあるんで、まあ、それをいかにして、まあ、そういう可能性を下げていくかっていうところだと思うんでね、まあ、そういうところの、ね、予防っていうのは、まあ、しっかりできればいいかなと思います。まあ、普段からボールのバックって、まあ、結構今のやつって耐熱性があったりするんですけど、やっぱり車の中とかずっと置いとったらさすがにそこは、ね、耐えれないんで、まあ、普段からそういうところをまあ意識して、まあ、保管なり、ね、移動なりっていうのをまあできるようになればいいかなと思います。はい、今日はね、本当にそういうまあちょっと、ね、お話があったんで、まあ、今日はこんなお話してみましたけど、まあ、正直難しいですよね。まあ、そんなずっと家に置いとくわけにもいけないですし、まあ、ストーブのボールだったら匂いがあるんで、きついやつとかだったらね、まあ、こんなの置いとったら臭いって言われても嫌ですし、うん、まあ、その匂いが、ね、好きな方もおられるんで、まあ、難しいところではありますけども、まあ、本当にそのボールの保管場所を考えて、まあ、それ必要以上に保管できないほどボールを手に入れないとか、まあ、何かしらね、そういう重いものでもありますし、ね、まあ、例えば積んでて崩れたりして怪我しても危ないですし、まあ、そういうところもね、まあ、考えてボールの、ね、購入とかね、っていうのはしてもらえたらいいかなと思います。まあ、そういうね、ボールを割れないように大事にしましょうというね、お話でした。まあ、今参考になったなと思う方はね、高評価とか教えてもらえると喜びます。はい、まあ今日はね、これぐらいでお話終わろうかなと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございます。はい、僕ね、 Facebook や Twitter もやってますので、ね、そちらフォローまたの方もね、しといてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日はね、これで終わりたいと思います。それでは。